長里ゆうきのうさぎチャンネル。どうも長里ゆうきです。今回はですね、長里ゆうきの心の沈め方と題しまして、ある方法を皆さんにご紹介したいと思います。皆さんもですね、普段生活をしていたりですね、お仕事だったり子育てだったり、まあいろいろあると思うんですけど、そんな中ですね、まあ、イライラしてしまったりだとか、まあ、怒りがこう込み上げてきたりだとか、こう負の感情がこうふつふつと湧き上がってくる時ってあると思うんですよ。私はね、結構、まあ、仕事でもそうですし、特にサッカーですね、まあ、サッカーでもそうですし、まあ、プライベートの生活でもそうですし、まあ、そういった感情がこう湧き上がってきてしまう時っていうのがどうしてもあるんですね。私の性格上ですね、まあこれは多分小さい頃からそうなんでしょうけど、その感情をうまくコントロールするっていうのがどうしても苦手で、こう行き過ぎてしまうと、こう気が押してしまったりだとか、こう何かに八つ当たりをねしてしまったりだとか、人に当たってしまったりだとか、もうすぐね、そういうのが表に出てしまうタイプなんですけれども、でそうなった時にですね、やっぱり人に迷惑をかけるわけにはいかないじゃないですか。まあ誰かにこうね、それを ぶつけることによってその人が受け止めてくれたらまあいいんですけれども、違う方法でですね、でそういった心をこう沈めていく、ちょっとこうね落ち着かせるみたいな方法の一つとして、私はですね、一つおすすめしたいことがあります。それですね、だし巻き卵を作るでございます。はい、これがですね、こう何度も今私の中で大ヒット満載中でございます。もともと料理はねする方なんですけれども、まあまた後々ね、だし巻き卵を実際に作った後にですね、こう皆さんにいろいろと謎解きというか、紐解きというか、なぜだし巻き卵なのかっていうところを説明していけたらいいなと思います。ではまずはこちらご覧ください。では早速食べていきたいと思います。でもこんな感じです。どうでしょう皆さん、ちょっと乱れておりますね、心が。まだまだ修行が足りません。ということでいただきたいと思います。はい、うん、おいしい。うん、おいしいです。味は微妙であれど、うん、味の方は食感ともにバッチグでございます。これが、ちなみにこれ2回目なんですけど、1回目の方がうまくできてました。ちょっと火を強くしすぎたなっていうところで、でそれで焦っちゃってフライパンに卵がこびりついてしまった感じがちょっとあったので、それでちょっと形が乱れたかなというふうに分析しております。あと卵を入れる、ね、量もちょっと多かったので、生地がレイヤーごとにやっぱ薄い感じでやっぱ作っていかないとあれなんですけど、ちょっとこれ太めのレイヤーになってしまいました。そこは反省点でございます。やっぱりだし巻き卵って芸術的側面がすごく高いと思うので、やっぱりね、心が乱れてる時に だし巻き卵を作って心を沈めるという手法を、取っております。基本的な性格上、こうイライラしてしまう性格がどうしてもなので、イライラというかこう怒りのボルテージがこう上がってしまうっていうか、それをうまくこう沈めるためにこのだし巻き卵、なかなかいいですよ。うん、ということ
とですね、今日は私がイライラした時、怒りのボルテージが噴火寸前というか、もう噴火しちゃってる時にマグマを沈める方法として、だし巻き卵を作るという方法を皆さんにご紹介いたしました。やっぱりね、だし巻き卵、あまり料理得意な方じゃないんですけど、だし巻き卵ってすごく繊細な料理だと思っていて、まあここ数年というかだし巻き卵を作り始めたんですけれども、卵のね、注ぐ量だったり火加減であったり、ひっくり返すタイミング、そういうのも全部こうじっくりじっくりこう感覚的にこう見ながら、こうやりながらじゃないとうまくできないこう料理になってるなっていう風に作り始めて思ってですね、最初の方を作り始めた頃っていうのは、まあ、だし巻き卵普段やっぱ好きなんで、やっぱ日本のね居酒屋さんとかに行くと、だし巻き卵と、ね、大根おろし の、 あの組み合わせをよく頼むんですけれども、まあ、それがねアメリカにいるとやっぱりね懐かしい味になるし、なんか食べたくなるということで、今回というかね、だしをですね使ってだし巻き卵を作るようになりました。で、作り始めてから凝り性なところはどうしてもあるので、やっぱうまくできないと分析してしまいますし、どうやったらうまくできるかなとか、そういうのを分析し始めた結果、やっぱり焦りがこう卵の形にこう現れるなっていうのはすごく感じていて、もちろんそのイライラしている状態だと、そういったね待つ時間であったり、早くひっくり返したいっていうこうね思いとは裏腹に待たなきゃいけない時間があったりとか、そういうね自分の感情をコントロールする時間にこう使えるなっていうふうに思いました。で、ふと気づいたんですけど、やっぱりこう怒りが溜まっている時、イライラしている時にだし巻き卵を作るとですね、心が落ち着くなっていうのは思いますし、ふとした時にねだし巻き卵を作った時にこうかなりボロボロなだし巻き卵が できちゃった時は、あ、心乱れてるなとかね、そういう自分の心理分析にもこう使えるなっていうふうに思いました。皆さんもぜひ、心が乱れた時、イライラしてる時、怒りが収まらない時、いろいろあると思いますが、そういった時はぜひだし巻き卵を作るという手法を試してみてください。今日は心の沈め方第1弾ということで、だし巻き卵をご紹介いたしました。もう一つね、私の心の沈め方があるんですが、それはまた次回ご紹介できればと思います。はい、ここまで見てくださった皆さん、きっと私のことが大好きだと思うので、ぜひチャンネル登録、いいねボタン、ぜひよろしくお願いいたします。ではまた。